はい、皆さんおはようございます。今日は、羊蹄カントリークラブ、昔のですね今はね、廃業になっております。ここも非常にね、建物とね、羊蹄山がぴったし合うんだよこれね。素晴らしいとこなんだ。ここもね、なんとかこれ、誰かね、中国人か誰か買ってもらって、またゴルフ場としてねやってほしいよね。ここはあの全ホールがね、この羊蹄山に向かって、打ち込んでいくんでね、非常に素晴らしい北海道一のねゴルフ場なんだけどね、いかんせん場所がちょっと悪いんだこれな。でもね、車で1時間半ぐらいかな、ね、札幌から1時間半で来るんで、なんとかね、こう使ってほしいわな。素晴らしいでしょこれ。今日は天気もいいしね、素晴らしい本当にな。今日はこんなもんかな。またお会いしましょう。さよなら。